皆さんこんにちは、しなたんです。今回は以前の動画でお風呂メイクを紹介したと思うんですけど、今回はその時にやっていた髪型を説明しながらやっていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ではやっていきます。今回はゆる巻きにしたいなって思うので、コテは太めでいきます。私はサロニアの 32mm のコテを使っています。180度で設定しています。まず毛先を全部外巻きにしていきます。これは本当に適当で大丈夫です。ごめんなさい、黒の服着てるから全然見にくいですよね。すいません、考えてなかった何も。はい、でそしたら今回は全部外巻きにしていきます。結構多めに毛束を取ってもらって、ゆるく外巻きにします。中間で挟んで一旦上までこう巻いて、で糸を下ろしていって、でここで少し待ちます。でそしたらコテをくるくる回転させながら抜いていきます。こんな感じです。これを全部やっていきます。はい、こんな感じで片っぽ巻き終わったんですけど、このままだとまだ暑いので冷まします。このまま置いておきます。はい、こんな感じで巻き終わりました。そしたら前髪を少しだけカーブさせていきます。本当に少しで大丈夫です。前髪はこんな感じです。で熱が冷めたらほぐしていきます。ほぐすとこんな感じにゆるくなります。はい、全体ほぐすとこんな感じになります。でこっからがポイントなんですけど、今見るとこの頭のトップにボリュームがないので、ちょっとほんのちょっとだけ分け目をずらしてボリュームを与えていきます。こういうようなコームのこっち側でやっていきます。今ここにあると思うんですけど、これよりもちょっと3ミリぐらい隣で分けていきます。これは様子を見ながらやってってください。はい、こんな感じです。分け目を変えるだけで結構ボリュームが出て、ちょっとおしゃれな感じになるので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、であとはこれでケープをして固めてあげるといいかなと思います。お風呂メイクに合うヘアはこんな感じです。めちゃくちゃ簡単なので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。